アニメ版長谷川浩一まさかの真実。まずは皆さんこちらをお聞きください。鶴見徳四郎、長谷川浩一が鶴見徳四郎という自分の正体を死にゆく妻に告白するシーンです。ですがここ違和感をまたいた方いますか？え、何のこと？と思われる方が大半だと思います。私もそう思っていました。ですがここの告白シーンの声、鶴見中尉を演じる大塚芳忠さんではなかったんです。私は大塚芳忠さんが男性における初恋だったので、まさか聞き間違えると思っていませんでした。じゃあ誰かって、実はこのシーン、長谷川浩一を演じた中野泰輔さんのママだったんです。しかも声真似ではなく、実はこの声優さん元の地声がこちらであり、長谷川浩一を演じている時には声を変えていたそうです。この情報は私もリスナーさんからいただき確認したところ、アニメゴールデンカムイの監督である難波仁志さんのツイッターにて明言されていますので、ぜひご確認ください。え、ツイッターじゃなくて X？ うるせえな、どう見てもツイッターだろうがよ。